はい、皆さんどうもこんにちは、牛井です。こんにちはというか、おはようございますです。今は4月8日の6時半。こんな朝早くからね、 YouTube 撮ったことないですよ。でもね、撮影の朝は早いんで、それにちなんで今日は朝早くから YouTube を撮っております。 YouTube ちょっと頑張ってるんで。はい、というわけで今日は一体何をご紹介していくかというと、こちら、福島県のソウルフード、落語カフェオレについてご紹介していきたいなと思います。これね、めっちゃうまいんですよ。今日はですね、3、4、5年ぶりぐらいとなる、ウッシーフィルムズの What's in my bag and ペリカンを、ご紹介していきたいなと思います。僕がですね、まあ、普段使っているボディバッグとリュックと、ペリカンがこちらになるんですけども、一体ね、ウッシーは昨日おとといと映像クリエイターにおすすめの機材プラス、まあ、映画の撮影の時にめっちゃ便利やんと思って機材ご紹介したんですけども、実際にその中身は何なのかっていうのを今日はご紹介できればなと思います。で、普段は多分これにプラスしてバッテリーの充電器だったりとか、それこそインカムとか、あとはジンバルとか三脚とか、まあ、そういったものはあるですけども、まあ、それ以外が基本的にこのバッグたちに入っているので、その中身をご紹介していこうかなと思います。はい、というわけで、まず使っているものなんですけども、まあ、このボディバッグとリュックとペリカンになってまして、この3点セットが基本ですかね。なのでまずはこの一番ちっちゃいボディバッグちゃんからご紹介していきます。はい、ペリカンに座ってご紹介していきましょうかね、せっかくなんで。はい、というわけで、僕が使っているこのボディバッグは、ピーター先生の、ボディバッグになるんですけども、これはリュックと一緒に2、3年前くらいに購入させていただきました。まずね、このデザインがめちゃめちゃ良くて、しかもなんかかっこいいんですよ。やっぱすごいこだわられてるなーっていうふうに思います。ではこの中身を開けていきます。はい、バッグの中身はこんな感じになってまして、まあザ・ボディバッグに入れるであろうものたちが入っております。レンズがね、ちょっと2本ぐらい入っていて、あとはこの仕切りが2つつけてるんですけども、一番端っこにはソニーのバッテリーと NP のバッテリーとワイヤレスインカムのバッテリーが入っております。で、あとマスキングテープも入ってまして、使い終わったバッテリーにこのマステを貼っておくことで、どれが使い終わったやつでどれが使い終わってないやつかっていうのを印をつけてすぐに分かるようにしております。で、基本的にこのバッグは、まあ、僕自身が持ってるっていうよりもアシスタントのメンバーの方が持ってたりすることが多いです。で、あとはこのレンズを拭いたりとか、ゴミを飛ばしたりとかする、こういった結構レンズを交換したりバッテリーを交換っていうのが、まあ、すぐにできるセットがこの中に入っていまして、で、こういうボディバッグって普通こうチャックで締めると思うんですけども、現場の時にはこのゴムをこうやって結構引っ掛けるだけのことが多くて、この方がすごいスピーディーなんですよね。はい、これがすごい気に入っているポイントでございます。はい、ボディバッグの中身は、まあ、至ってシンプル is best。 はい、で、使っているリュックも、まあ、さっき紹介したようにピーター先生のものになってまして、デザインがいいですよね、やっぱり。はい、で、この中をじゃあご紹介していきたいなと思います。基本的にこの一番背中に近いところにはパソコンが入っています。で背面をパカッと開けると、このような感じになっております。で、この一番上のところには基本的に SSD とか、あとは財布だったりとか、ちょっとこう大事なものが入っております。で、この下の部分には基本的にドローンを入れております。カメラバッグなんですけど、カメラは基本的にペリカンに入っていて、こっちのリュックにこういった DJI さんのドローンとモニターとバッテリーを入れているような感じですね。はい、で、このピーター先生のリュックの中にも、今もうほとんど入ってないんですけど、今マイク使っちゃってるんですけど、こういったソニーの最近買ったピンマイク失礼しました、こちらの、ソニーのピンマイクを入れております。このピンマイクね、本当に最近買ってもういろんなところで使ってるんですけど、めちゃくちゃいいですね。
でここにコードを入れたりとか、であとはここら辺に本当は替えの電池とかも入れてるんですけど、今ちょっと入ってないんですけど、はい、こんな感じでマイクをこちらには入れて、まあこのリュックは基本マイクとドローン入れてるような感じですね、はい、でこの辺もその時に合わせてなんかいろいろ入れたりとかしております。リュックの中身はそんな感じです、まあ、とは言いつつもその現場によって入れるものはちょこちょこ変わってくるんですけど、基本的にはそんな感じです、はい、あでここについているスヌーピーのストラップはですね、ミニの動画を一緒に撮ったゆうせいくんからもらいました。嬉しいですね。はい、というわけで最後にペリカンの中身をご紹介していきたいなと思います。まずですね、まあ、いろんなステッカーが貼ってあったりとか、あとペリカンね、ここに名刺が入れられるんですよ。これをね結構僕気に入ってます。俺のペリカンっていう感じがしてすごい可愛いです。というわけでじゃあペリカンをですね開けていきたいなと思います。オープン、ダラー。はい、ペリカンの中身はこんな感じになっております。まあこっちが仕切りがあるゾーンで、こっちにこれはね別売りで買ったんですよね。なんかここ本当はモフモフのものがついてるんですけど、ここにいろいろあった方がすごい便利なので、もしペリカンを購入を考えてる方だったり持ってる方、これついてるとすごくいいです。はい、というわけで中身をね簡単にご紹介していきます。まあ基本的にここに僕は自分の α7S3 を入れております。今はね動画で使っちゃってるんでないんですけど、代わりに富士フィルムの X105 を入れてみました。で、このカメラね、まあ、基本僕ソニーを使ってるって思ってる方が多いと思うんですけど、ロケハンの時とか、あとは結構プライベートでこのカメラは使うことが多いです。なので代わりに今これを入れております。でここに ND フィルターが、西さんのね ND フィルターが入ってたりとか、あとは NP なんかもちょこちょこ入れております。で真ん中のこの長いとこには基本的に望遠レンズ入れてます。まあ望遠レンズか望遠レンズ使わなそうな撮影の時はドローンを入れたりとか、まあその時の用途によって合わせてます。であとは昨日ご紹介させていただいたホーリーランドの飛ばしですね、はい、マーズを入れております。であとはこういったモニターだったり SD カードのケースだったり、あとは予備で α7R3 なんかも入っております。なので基本的にこっちは映像がすぐに撮れるセットですね。ここに S3 があって、これを撮って、でこの辺のモニターだったりとか、飛ばしとかND フィルターをつけて、まあ、撮影に行くみたいな。で、レンズを交換するときはそのボディバッグの人からレンズをもらって交換するみたいな感じになってます。でこの上の部分も基本的にそのカメラにつけるものがありまして、ここがジンバルのプレートとかが2枚入ってまして、でこの上の部分はクランプですね。ジンバルとかにモニターつけたりとかいろいろつけるときによく使うものが入っております。あとこの棒ですね、はい、こういったものはねいくつ入っててもあなんかっていう時にすごい便利なんで。でここには本当入ってるんですけど、六角だったりとかネジだったりとかがこういろいろついてる、そういったものが入ってます。でここには HDMI のコードが今1個しか入ってないんですけども、基本的には3つくらい入れていますね。なんかねやっぱ現場によって HDMI が調子悪くて映らなくなったりとか結構するんで、 HDMI は結構替えのものを持っておくか置くといいかもしれません。でここにはカメラとモニターをつなぐこういったアクセサリーが入っております。基本的になんか結構2個ずつありますね、プレートとかクランプとかも。やっぱり何かあった時に急にモニターが使えなくなったりとか、使いたいって思ってる機材が使えなくなるのは結構きついんで、予備用で入ってたりとかします。はい、ペリカンの中身はこんな感じですね。はい、というわけで、今日はですね、僕が使っている、バッグとその中身を、ご紹介させていただきました。はい、ぜひですね参考にしてほしいっていうか、ただバッグの中身を紹介しただけなんですけども、まあこんな感じの中身のものを僕は使っております。今日の動画はこれで以上となります。最後までご視聴くださりありがとうございました。今6時49分、7時ちょい過ぎにはですね出て移動しないとなので、この辺で動画終わりたいなと思います。はい、それではねまた次回の動画で皆さんお会いしましょう。ピースアウト。
はい。はい。ありがとうございます。